皆様こんにちは。いつもリードめちゃハッピーチャンネルご覧いただきまして誠にありがとうございます。最近のこのコロナウイルスは私たちに変わりなさい、それが天の言葉のような気がしておりますが、変わるということは本当に難しいものがあります。数年前テレビで世界で一番寒いロシアのミャンマコンのことが放映されて何気なく見ていました。氷点下 71.2 度と記録したところに住んでいる人々の暮らしのレポートでした。日常でも氷点下50度は当たり前、52度になったら学校は休み、水道はなく湧き水をタンクローリーで配達し、釣った魚はあっという間に冷凍です。そのようなところのミャンマコンのお話でした。住民の皆さんは夜になると集まり、運動や音楽に興じ、サウナで汗を流すなどとても楽しそうで辛そうではなかったです。住民のコメントに感動いたしました。ここに住んでいる人たちはみんな優しく心の強い人たちです。ここを離れて他の場所には住めませんと言われたのです。厳しい環境の中であってもみんなで支え合い楽しんでいる、それは心が強いから。これには感動いたしました。心を強く持つことによって心の優しさが出てくるのだなと思った次第です。空海は花の色も風の匂いも全てはメッセージと言われます。風の音に耳を澄まし、食事として命をいただくことを感謝しましょうと言われます。辛いことがあるとすぐ愚痴の出る自分には大いに気づかされた番組でした。この番組からこれからの時代、みんなで支え合ってどんな厳しい環境であっても楽しく笑顔で暮らしていくことが大切なのかなと思った次第です。稲森さんの言葉を読ませていただきます。良き思いは良き結果をもたらす。人にはそれぞれ持って生まれた運命というものがありますが、良き思いを重ねていけば私たちは定められた運命を超えて素晴らしい人生を送ることができるのです。良き思いとは次のようなものです。真面目で正直で謙虚で努力家であること、常に前向きで建設的であること、明るく肯定的であり協調性があること、善意に満ち優しく思いやりがあること、利己的ではなく利他的であること、強欲ではなく他老を知ること、感謝の心を持っていること、こうした良き思いで取り組めばあらゆるものを生成発展させ良い方向へ推し進めようとする宇宙の意志と調和して必然的に仕事も人生もうまくいくのです。すべてミャンマコンのように厳しい環境にあっても助け合っていくことが素晴らしい人生を築いていくのではないでしょうか。常岡一郎さん、一日一言の中から。姿なき大地、この世の中は姿なき大地である。運命の種をまきつけてゆく大地である。我々の心の持ち方、行い、言葉の使い方によって人の心にいろいろな種をまきつける。感謝の種、明るい微笑みの種もあろう。しかし不平不満、恨みの種もある。それがやがては我が運命の障害となって現れてくるようである。気難しい人、接する人の心を痛めるほどに厳格な人、こんな人は自分で首を絞めているようなものである。坂村新民先生、一日一言の中から。願い、ただ一つの花を咲かせそして終わる。この一年生の一途さに触れて生きよう。今日もめちゃハッピーでありがとうございます。